はい、おはようございます。カビです。11月の5日、今日これからか、まあこの時期ですね、夏野菜の片付けをどんどんしていかなくてはいけません。あの自然の方でね。で、今やってる何かというと、ナスのこれ枝切ってます。これね、ただ私のやり方は、まあ、一般的なやり方とは全然違うので、普通の観光農家、農法のやられて農家さんだったらもう引っこ抜いて、で、ナスってこういう風に木質か、もう木みたいになるんですよ、これね。なので、もう燃やすとかしたいみたいですね、もうどっか処分場持ってたりとか。ただまあ私のやり方はご存知の通り、自然農法というか自然農というかね、あの、持ち込まず持ち出さずを基本としているので、全部土に返します。で、どういう風に土に返すかっていうと、これ例えばやってみましょう。これね、切って、あの、このままだと邪魔なんですよ。あの、歩いてても引っかかるんで、だから適当な大きさに切ります。はい。で、この切るときに非常に、大事になってくるのはハサミで、こういうタイプのハサミおすすめです。これね。うん。なんだ、剪定ハサミっていうのかな。いつも一番よく使うのは、先っちょがもっとまっすぐシュッとして、目かきハサミとかね、目切りハサミとかね、先が細い方が作業はしやすいんですよ。ただ、細いとやっぱ力の入り方が弱くなるんで、硬いものとか切るときはやっぱこれです。果樹の剪定なんかもこれでやられてますね。これ確かね、5ミリぐらいまでは推奨して切れて、1センチぐらいまでいけるんじゃないかな。例えばね、今これ切りましたけど、これ多分直径1センチぐらいあります。僕の指と比べてもね、このぐらいあるんで。これでも、先っちょは切れにくいですけど、元の方で、ここで挟んで切れば全然切れるんですよ、こうやって。ただこれはね、細いハサミでやるとやっぱうまくいかないです。なので、これも確かに1000円ぐらいかなで売ってるんでね、これおすすめです。前も紹介したと思うけど、これね、やっぱ耐久性です。もう5年近く使ってるけど全然いけるもんね。で、この前これの細いやつが畑で発掘されました。はい。1年間ね、畑の上に置いてあったみたいですね。私畑仕事したら足元見たんで、これじゃない、この辺の細いやつが置いてあったんですよ。で、まあ、多少ちょっと動きは悪くなんだけど、全然使えます。なので、やっぱこれ耐久性もいいです。すごくおすすめ。なくさなければね。ということで、まあまあ、なんだ。話がもうそう。で、この片付けの仕方ですけど、こういう風に適当に邪魔にならない程度に切って置いておきます。はい。で、下の方を残すのは、これなぜかって言ったら、風よけとか霜よけとかに再利用しようとしてます。これね。で、他の2号地なんかで今、空豆植えた後なんで、おととい、4日ぐらい前にそら豆植えたんですけれど、そら豆のところにも、この、あえてナスの枝の横に植えました。風よけにするためです。うん。霜とかがね、強いようだったら、私いつもそら豆の両脇にライ麦なんかを生やして、風よけ、霜よけにしてるんですけれど、まあ、そうしなくても、例えば、藁とか枯れ草とかを積んで、こういうふうにね、このな、残ってるところの横にこう積み重ねるだけでも、ここで引っかかるじゃないですか。これで風よけの効果多少できるので、そういう風な利用をしたりとか、あとは、同じような夏野菜の中でも木質か木みたいになるものといえば、やっぱオクラです。この、反対側はちょうどオクラなんですけど、これね。これですよ、この2メートルにも及ぶオクラさん。で、これは、去年実験したのが、その年を越してから、そのインゲンとかの支柱にできないかってやったんですけど、年こそやっぱスカスカになります。うん、ちょっと弱い。ので、この夏の終わりに巻いて捧げですね、さっき動画撮ったんですけど、その捧げを巻きつける支柱としては非常に優秀に働いてくれてます、これね。だから年内の豆科の支柱としては全然使えます。うん。ただ年越しちゃうとあれなんで、だから、年内取りのそのインゲンとかの支柱として終えた後は、まあ適当なところで切っちゃえばいいと思います。で、風よけを望むんだったら、胸の高さか、まあ腰の高さぐらい切ってしまって置いておく。で、切るときはやっぱ一緒で、邪魔にならない程度の大きさにこれでカットします。で、これ、オクラはナスより、あ、でもこれ硬いな。でもこれでもなんとかこれで切ることはできます。2回、3回、刃を入れなきゃいけないけどね。で、私の場合は、基本的にこうやって土の上に置いておくんですよ。うねだとか、うねまとかにこうやってね、置いといて、まあ、うねまでもいいですわ。うねまだとね、踏んで砕かれるんですけど、ちょっと歩くときに邪魔なんで、今何を植えてないから今、このうねの上にね、戻してるんですけれど。で、そのついに話しておこうと思ったのが、土の、なんだ、植物残骸、野菜の残骸を、すき込むかすき込まないか問題についてです。で、これ、先日ね、その自然栽培の、
なんか講習会っていうのかな、その麦を育てる会で岡本豊さんのセミナーに参加してきて、あの質問してみたんですよ。その、あの岡本さんの場合は自然栽培というか、まあ、自身がご自身がおっしゃってるのは無肥料栽培とだけ言ってますと言ってました。うん、あの細かいこだわりとかがあるとね、なんか厳密に言うと自然農法とかになってくると、なんかいろいろ言う人にとってこだわりがあるんでね、そういう方をなんだろうな、なんだろう、そういう方のなんか気分害さないようなお心遣い、そういう風に、まあ自分は無肥料栽培とだけ言っておきますとおっしゃったんですけど、実際このまあいわゆる自然栽培みたいな感じでした。でもその中で特徴的だったのは、あのしっかりと耕すことをされてました。で、耕すといっても浅く耕す、いわゆる先行というやつですね。あの深く耕す、進行でいいのかな、まあ、進行はしない、うん、で、その耕すことと耕さないこと、だから植物残骸をすき込むか、私みたいにこう地表に積むかのメリットデメリットについて、あの聞いてみました。で、私もやっぱそうかなと思った通りの答えが返ってきて、いい確認になったんですけれど、まず、すき込まないことのメリットから言いますと、土の保護になりますし、有機物、こういったものが、まだ未分解のものですね、特に。そういったものを土の中にすき込む。それが分解されて、なんだ、分解されてからじゃないと、植物、野菜とかの、種まきの邪魔になったりもするんですよ。だから、すき込んでからやっぱ1ヶ月半とか2ヶ月ぐらいの期間が必要になります。うん、だから、すき込まない場合は、すぐに植え付けができます。これがね、いい点ですね。うん。だから土の表面は保護できて、で、土、すぐに植え付けが可能。で、こういったものね、植物の残骸は、岡本さんのことは仮にミネラルの塊なんですよ。これは枯れていくとも、この中に、いろんな微量元素とか土から吸い上げたりとか、まあ、空気中のね、窒素とか、まあ、要はいろんな栄養素を吸収してできた塊なんで、これ枯れるとミネラルの塊になるという表現をされてます。うん、でそれが地表に降り積もって分解されることでゆっくりと土の中に浸透していく。そして結局は土に帰っていくんですけど、デメリットを言うと時間がかかるということです。はい。で、もう一つは、デメリットの二つ目は作業性が落ちるんです。はい。だからね、やっぱ私もやってて思うんですよ。上に草マルチとかこういう段差があると、作業しにくいんですね。だから種まきとか定食とか、あとは草取りなんかをするとき、あるいは、種をまいた食、あの野菜の芽が出てくるときにもちょっと邪魔になったりします。うん。そういった意味で作業性が悪くなったり、場合によっては野菜の成長の邪魔になったりするも、場合も少しあります。だからね、暑さとかの調整が難しかったりするんですけど、それが、地表に積む場合のデメリットです。だから、土にすき込むのは今言ったメリットデメリットを逆転するようなものだと思ってください。だから土にすき込むメリットとしては、あの作業性が良くなるです。地表面にあの物がないので、植え付けとか作業がしやすいですし、どこに何が生えてるかも分かりやすいのが一つ目で、二つ目は、有機物の分解が早いということです。うん、あれなんかさっき土の中にすき込むと作業するまで時間かかるって言ったじゃないって思うかもしれないですけど、まあ確かにそうなんですけど、ただ地表の上にこういうのを積んでおいて、分解されていくのにね、1年ぐらいかかるんですよ。オクラの茎とかなんかね、来年の夏ぐらいまで結構形が残ってたりします。だから丸1年はかかんないにしても半年以上はあるんですよ。でもそういったものも土にすき込んでしまうと分解がやっぱ早くなるそうです。で、土の上にこう積み重ねておくと、カビとか、いろんなカビとか菌の温床になるので、なんか、あんまりね、好ましくない菌が繁殖したり、あるいは虫が湧きやすくなったりするというデメリットがございます。ちょっと一回止めるね。はい、ちょっと一回切ったね。土にすき込む方が分解は早くなるという話と、土の上にあると、その、いろんなカビとかが生えたりするそうです。で、もう土の中に埋めたら、基本的に分解するのは糸状菌だったかな、糸状の菌っていうカビの一種かな。そういったものが、分解していってくれるんで、まあ、なんか、栄養的になんか安定するとか、そんな感じのことをおっしゃってました。ちょっと、うろ覚えなんですけどね、その辺は。詳しくはね、岡本さんのセミナー参加してください。非常に有意義なんで。んで、そう、それで、分解が早いっていうことは、土作りがね、早く済むんですよ。だから、さっき、ちょっとメリット、デメリットのとこで、言わなかった、加えられなかったのが、
地表に積み重ねる やり方の土作りだと時間がかかるんですよね。うん。まあ私が借りてる畑は基本的に土がもうある程度いい状態だったところが多いので非常にやりやすいんですけれど、それこそその荒れ地っていうのかな、もうなんか土がすさんでる状態、もうガチガチで荒れてるような状態のところで、あの草を生やしてそれを積み重ねて強くするっていうやり方をやると5年とか10年かかるんですよね、土が良くなるまでに。でもそんなに時間かけてられないっていう場合もやっぱ栽培を仕事にしようとしたらそういうケースも多々あるわけですよ。趣味でやってるわけではないと思うんでね。そういう場合はもう最初にしっかりとその堆肥とかあの植物のもなんだろう残差とかをすき込んでしまった方が土作りが早くなります。それは私もすごく納得する。うん。だからね、結局のところ何を目的にするかと土のその時の状態ですね。うん。一番は何を目的にやるか。で、二つ目はその時の土の状態。この二つを考えて、じゃあ土をすき込んだ方がいいのか、いや、すき込まずにやった方がいいのかを選択したらいいと思います。だから私は別に、すき込むことはあんまやんないですけど、なんだ、私のやり方では、やらないっていうだけで、目的によってはそっちの方が断然おすすめっていう場合もあります。はい。だからね、手段が目的にならないように、何のためにそれをやってるのかっていうのをね、もう一回考えてから選んでみるといいんじゃないかと思います。で、地表に積み重ねることの特徴としてもう一個が、虫が湧きやすくなるということがあります。はい。で、これはね、メリット、デメリット両方あるんですよ。例えば、野菜を食べちゃうような虫さんもそこで繁殖しやすくなるかもしれないけど、湿気とかこもるからね。うん、野菜に虫とか病気が発生しやすくなるかもしれない。風通しが悪かったり湿気がこもったりするから。ただ、こういう風に隙間がいっぱいあると、そこに肉食性の昆虫も住むことができるんですよ。私の畑って、テントウムシがすごく多いんですね。特に春先。なんかね、この地面っていうか、こういう草むらの中からね、2月とかさ、まだ寒い時期に出てくるんですよ。なんでだろうと思ったら、多分ね、こういう隙間で冬眠とか越冬してるんでしょうね。うん、普通テントウムシって木のうろっていう隙間とかね、ああいうとこで冬越すんですけど、おそらくこういうとこで待機してて、春先になったらのそのそ出てきて、草とかについた油虫を食べて、ちょっと増えるみたいな。で、春野菜につく油虫をせっせと食べてくれるっていう役割を毎年見ます。うん。あ、こんなに寒いのにテントウムシよく出てきたなっていう時期に結構いますよ。3月になったらよくもういますね。2月の末ぐらいから結構いたりします。うん。それがあるのは、やっぱこう、地面の上にこういう枯れ草とか、まあ、ナスの残骸みたいなやつがいっぱいある、あって立体的な構造があるからだと思います。はい。まあ、いろいろ長くなったけどね、ちょっとまあ、ちょっと散雑的になっちゃったけれど、それが土を、植物残差とか、まあ、堆肥とかですね、をすき込むのか、地表に積むのかの、まあ、違いでした。まあでも岡本さんもね、基本的に土にすき込むのは植物性のもので、なるべく自分のところから出たもの程度に限ろうかなっていうふうにおっしゃってました。雑草堆肥っていうものもね、作ったりしてるんでね。雑草堆肥の作り方は非常に簡単で、買った草を一箇所にまとめて1年ぐらい寝かしておくと。で、それを土にすき込んで堆肥とする。で、そうやって雑草堆肥を使ったところの方がね、生育が良かったです。岡本さんの畑を見せていただいた時にね。だからもう何回も言うけど、ケースバイケース、何を目的としてやるかによって、手段を選んだらいいと思います。はい、ということで、まあ、耕すか耕さないか、土にすき込むかすき込まないか問題についてでした。はい、私はこれからもね、土にすき込まず、地面の上に積み重ねていくやり方でやってみようと思っています。はい、終わり。よし、とりあえずカットしていこうか。